この日29歳の誕生日を迎えたショート木浪。プレーボール直後、最初のプレーで飛んできた打球を軽快にさばき、まずはワンアウト。先発の伊藤将司は続くゴンザレスにヒットを許しますが、3番森のゴロを処理したのはまたも木浪でした。打球プレーで1回は無失点を決めます。さらに伊藤は続く2回もフォアボールを出しますが、中川をショートゴロダブルプレー。3回ワンアウトまで7つのアウト全てにショート木浪が変わりました。迎えた4回、6番ライトでスタメン抜擢の前澤が1番のビッグスイング、甲子園初ヒットを記録すると、相手エラーもあり前澤のバックがチームの得点に結びつきました。そしてこの回、伊藤もスタンドを沸かせます。2アウト2塁3塁で打席に立った伊藤はレフトへ今シーズン初ヒット、マッチングタイムリー、得意のバッティングでも結果を残しました。伊藤は4回に1点を失った以外は安定感抜群、6回まで3安打1失点の好投を見せます。この日初めて2つのランナーを背負った7回、ツーアウトで対するのは安達。ファーストの大山がよく追いつき、7回を投げ切り1失点。甲子園12連勝は次回以降に持ちます。それでも打ち取られた気持ちを出来合う姿に伊藤の人柄を感じます。よろしくお願いします。勝ちましょう。はい、1番に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 1